皆さん、こんにちは。まこじチャンネルです。今日はですね、ちょっとフェレさんから教わった装備紹介をしたいと思います。では内容なんですけれど、装備紹介として、ま一番太刀使ってるんですけれど、頭からリバルカイザーと胸がリバルクシャルですね。で、腕がゴールドルナ、腰がレウスで、足がオミオのものになります。これは多分近接武器だとどの武器種にも使えるような構成になると思います。で、練成してないのもあったりとかするんですけど、この辺はちょっとお好みっていう感じですね、にしていく感じでいいと思います。ではちょっとスキル構成の方になります。スキル構成がですね、このようになってます。攻撃7、見切り7で、気絶耐性3、超回心3、弱得3、これは太刀なのでノート3入れてます。で、風圧3で、ヒム軽減3で、こっち行って広角の恩恵が3、電撃が3、技物2、まあ、弾丸節約は新スキルになりますけれど、こんな感じです。で、太刀ですけど、まあ、攻めの主性、これはまあガード系の人にも使えると思うので、その辺はちょっとガード系は こちらを強化とかになる感じでいいと思います。で、フルチャージ抜刀術力キッキが1って感じですね。粉島というか1になってます。この辺またちょっとまだ練成してないので、こんな感じになってますけど、いろいろちょっと練成をしていきたいと思いますけど、この装備構成はいいバランス取れてていいのかなと思います。物資の関係もあると思いますけれど、いろいろな感じになると思いますね。これはちょっと使える装備だと思いますので、皆さんぜひ作れるようでしたら作って試してみてください。それでは失礼いたします。バイバーイ。